埼玉市議会、埼玉市議会、埼玉市議会は、埼玉県埼玉市の市議会である。4年。抽選曲制を採用。2018年6月29日現在、太字で表示しているものは、現在の議長、副議長、2003年の初当選以来、たびたび不規則な発言で議事の進行を妨げ、不適切、かつ、 不穏当な発言を行い懲罰処分を繰り返し、受けている帰宅選出の議員、吉田一郎、無所属、無党派は、2018年に入りより、悪質な発言を行い、議会が紛糾する事態が、たびたび発生している。2018年2月20日、文教委員会において、吉田の質問に答えた、私立中央図書館の館長に対して、吉田は、不服を表して、 首を吊って死ねと発言し、翌21日の同意委員会の臨時会で、吉田はこの発言を取りして謝罪した。これに対し同年2月28日、議員として極めて不適切な発言であるとして、自民党系の西議団から吉田に対する議員、辞職勧告決議案が提出された。吉田は、ちゃんとした答弁がないと感じ、カッとなってしまった。非常に、 不謹慎だったと釈明したが、埼玉市教育委員会の教育長は、館長は誠実な答弁だった。人権を侵害する発言で断固抗議すると発言した。3月12日、市議会は懲罰特別委員会を開き、発言は著しく不適切だとして、会期終了までの間、吉田を出席停止処分、通算3回目にすることを決め、3月15日の本、 会議にて可決された。さらに3月16日には自民党系の西議団から提出された議員辞職勧告決議案が一旦撤回されて議員としてあるまじき暴言、市議会の品位を著しく汚したとして市議会前後会派による共同提出議案として再提出され賛成多数で議員辞職勧告決議を可決した。 市議会議員の辞職勧告決議を可決されたのは、埼玉市議会としては初めてとなった。また合わせて提出された、埼玉市議会に対する市民の信頼回復に向けた、決議案を全会一致で可決した。同年10月19日、午前の本会議において、障害者への医療費支給に、所得制限を設ける、埼玉市新進障害者医療費支給条例の一部を、 改正する条例案についての討論で、吉田は賛成の討論を行った。その際、支給に所得制限を設ける条例改正に賛意を示しつつ、吉田と同じ帰宅選出で車椅子を使用している伝太博美氏に、立憲民主党の方を手で示し、でも、障害者でも中には、こっちにいますけども、年収1354万5000円の車椅子に、 乗っている障害者の方がいらっしゃるわけですよ。こういった高収入のブルジョア障害者の方は、外していただいても構わないわけですよと発言、審議が一時紛糾した。その後の休憩中、新道忍議長、自由民主党新生埼玉市議団から、温党発言であると厳重注意を受けた。吉田は同日、品がない言い方で心情を愛した方には、 申し訳ないと表現に関して謝罪した。吉田は差別の意図については否定したが、デンタは、不別的な表現で障害者差別につながると、不快感を示した。同年12月21日、本会議おいて、一般会計補正予算案の関連議案として、提出した議員報酬等の引上げを行う、埼玉市議会の議員の議員報酬。 飛沫手当及び費用弁償に関する条例の一部を改めする条例案についての討論で、吉田は反対の討論を行った。この際、この議案に賛成する議員はペテン氏だと発言し、審議が紛糾。振動忍議長は、この発言を不適切であるとして、取り消しを求め、自席に戻るよう指示した。しかし吉田は、議長の指示に従わず発言を続行したため、 他の市議が討論打ち切りの道義を提出し、これを可決して、吉田を演壇から強制交談する形で討論を中止させた。議員報酬引上げ条例案は、総合政策委員会で継続審査となったものの、予算案に盛り込まれたまま予算委員会で可決していたため、吉田は条例案が継続審査なのに、予算だけ先に可決するのはおかしい。 統一地方選が終わるまで待ってから可決するつもりとしか思えないと主張。ペテン氏発言については、議会のやり方に関してだから、過去の不適切発言とは全然関係ない、問題ない、とっていると話している。2001年の埼玉市発足当初は、合併特例法の規定による、在任特例、合併後2年以内に限り、 新市の議員となることができるが適用され、合併した浦和市、大宮市、与野市の市議会議員が引き続き新しい市の議員を務め、その定数は1 0実際には在任特例に異議を唱えた浦和市に、当時、現在は南区選出の土井博之が合併前日に辞職して101となったが、埼玉市長選挙への立候補による辞職議員がいたために100となったであった。 合算すれば最大勢力になる自由民主党の議員は組織合同がうまく進まず議会内会派としては4分5列の状態にあった。第1回の市議会議員選挙は統一地方選挙の前半戦の一つとして2003年4月に行われた。想定数は64、地方自治法上の法定定数に減因された。その内訳は西区5、北区8、大宮区7、 三沼区九9、中央区5、桜区6、浦和区8、南区10、緑区6であった。自由民主党は選挙直後に系列の議員を合わせ、自由民主党、彩り政界という会派を創設した。2005年月4月1日、岩月市が埼玉市に編入され単独で岩月区となり、同区選出の市議会議員定数として7が設けられたことにより、 議員総定数は71に増加した。なお、同区選出議員の増員選挙は5月に市長選挙と同日に行われた。2006年12月に議員総定数を64に戻した条例改正により2007年の市議選、一般選挙より適用することを定めた。これに伴い、岩月区及び他野区の定数が是正され、西区4、北区7、大宮区6、 三沼区八、桜区五、南区九、岩月区六と、それぞれ一議席減となった。2008年10月には、条例を改正し、議員総定数を64から62削減、大宮区五、浦和区七、南区八、緑区五と、それぞれ一議席減らし、2011年の市議選、一般選挙より適用することを定めた。 さらに市議選一般選挙直前の2011年3月、国勢調査の速報値に基づき、南区を8から9に戻し、岩月区を6から5に減員した。同年4月の市議選からこの定数が適用された。2015年4月の市議会議員選挙では、北区選出議員選挙の立候補者が定数7と、同数、現職6、全職1となり、 埼玉市議会発足以来初めての無投票当選となった。また同時に行われる埼玉県議会議員選挙の南第四区埼玉市、帰宅選挙区の立候補者は定数2と同数、現職2であったため、こちらも無投票当選となった。埼玉市の設置以来初めて統一地方選挙で行われる行政区内の選挙が全て無投票となった。 2017年1月、最大会派であった自民党市議団から議長ポストをめぐる内紛により自民党、新政市議団が発足し離脱その結果民進改革が最大会派となり、政令指定都市では唯一民進統計が最大会派の議会となった。また、同年7月、民進改革と麻生が議長の不信任動議を提出し、対抗する形で、 自民が、信任同義を提出したものの、公明と共産は退席し、民進改革と、スエの反対多数により、信任同義が否決、結果的に議長を辞職に追い込んだ。その後、第四回派であるマスエから議長を選出するなど、異例な事態となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。